ございます。こんにちは、こんばんは、銀子と申します。今回もやっていくのは動物の森じゃねえや、牧場物語だ。牧場物語、シュガー村とみんなの願い、やっていきましょうか。いやね、今ね6時なんだよ。つまり暴れられない時間帯なんだよ。まあやっていこうか。前回はなんかいろいろ集めまくって、あ、そうだ、バイトが500円でなんかいい感じになったんだよね。お、収穫する、調べる、じゃがいも食べると体力が回復することもできる、しまう、いいね。で、大丈夫だよねこれね。農作物はもうないから、結晶ミネラルってなんか塩ん、イノガヤ作ってやりてえな。まあ薬草入れとこう。で、金曜日だから、あれに行こう。今日、今度こそ薪割りのバイトやってみよう。あれ成功させないといいね。あれだよ、成功させないと僕の気が収まらないんだよ。とりあえずね、1セットにはたくさん持ってるっぽいので、たくさん持っておこうかな。薬草とかはね、本当に使えば使えるから。で、まあまだ時間が来てないし、9時だから、ちょっと、いろいろ回ってみようか。確か雨の中ね、遊びまくったりもするとね、まずかった記憶あるんだけど、誰だったっけ？こっち行ってみよう。ここは初めてだよね。あ、ここに確か馬とかいるのか。この中ね、あ、ほら、くそー、かっこいいな馬。じゃあまあそのまま回ろっか。8時だし、あと1分ぐらいか。薪割りの時間まで。薪割り？てか、あるかな？このバイト。なかったら、海岸に行って海岸のバイト行くとか、そこら辺考えないとね。確か春の月はね、あれなんだよね、いろいろ取れた気もするんだよ。春特定の食物とか果物か、なんか桜もとか取れなかったっけ。雨の日休業とか言うなよ。お、いた、じっちゃん、じっちゃん、おー、雨でも元気だな。よしよし、雨の日だからこそ元気なんだよ。今日はどんなご用だい？まだ井の小屋も何も作れないから、いや、雨は嫌いなんだ。あんたはなんか息をのすん？これが森ならいい香りがするんだけどね。よく降るな、もう分かんないかな。雨の日ってさ、眠くなるよね。なんでかな。閉める、ありがとう、悪いな。あ、変わんねえな。雨、あ、雨に濡れた景色も悪くはない。うっとしいな雨。道具とか鉱石もらえてないからね、できる限りそこの鉱石を取りに行ったりとか、あとはここで親方の手伝いして、木をね手に入れられるようになるんですよ、そのうち。
なんかね、好感度つうか、なんか信頼度が上がるとそんな感じになるんだよ。あれ？こうして雨の中、頭を空っぽにして、ん？こうして頭の中を空っぽにしてぼーっとするのも大事な時間だよ。まあこんなことを何度もさらに見られたら僕初めてだと思われるかな。うん、まあボケてきてるでしょそろそろ。とりあえずそうだね、じゃあ料理を覚えに行くか。なんだこれ、食品店か。食品店はね200円ぐらいしかもらえないから。あ、ベリベリの実きたきた。で雨の日に女神様呼ぶと残念なことになるから呼ばない。でこっちの方はこれだよね。別荘行ってみる。あれ別荘だっけここ。あ、新しい作物買っとくか。じゃがいもも収穫しちゃったしね。うっす、憂鬱な空ねえて。今日くらいの穏やかな雨だと外のお花も喜んでいるように見えるわ。帰るときご覧になっていって。うーん、エアリードレス、あげてみる。だったら、春に育てられる短い期間、だいたいジャガイモが3日くらいだったから3日4日で育てられたから、まあ4本買っとくか。で、いちご、うわ22個買えた。春だけ育てられて値段はそこそこのいちごだったら4つ買っとくか。で今日はちょっと作物育てて、で軽くバイトなんかちょっと見て、でだってまだ朝9時じゃん、10時か。だから、まあ、0時からだから別荘行って見るか。うん、そう、前耕した畑もあるし、あとはクワで、あと4つだよね確か。なんかもういびつになっちゃったよ。まあいいや、もう無駄に体力使ったけどもう気にすんな。フェアリードレスで次にイチゴ。イチゴがなんか春だけに育てられてなんかいいやつね。あ、そうだ、ちょっと試してみたいことあるんだよ。ミネラル結晶、あ、もらえてるね。ちょっとだけこういう感じでね、結晶を与えるとこういう感じで色は変わるんだよ。で、なんか色、なんかいい、なんかすごいなんかレアななんかできるって聞いた。本当かどうかは分からんけどね。とりあえず雨の日だから水はあげなくても雨があるから大丈夫で、火山の牧場行く必要はないから金ないし。あ、シンさんかな確か。あ、どうもやか、女の子だったらよかった。いや、いいんだ、気にすんな。何もできなくてこそそのまま流されちまうのは嫌だよな。精一杯あがいて力尽きて流されるのは仕方ないと思うけどな。人生ってやったらそんなのの繰り返しだよな、きっと。だよな、ちょっと納得しちゃうわ。3つの分かれ道の左端だから海の方面から行くことになる。これか。とりあえず釣り竿川までは海行ってもあんまり見なさそうだしね。ないよね、どうせ海の方からも別荘行けたはずだから。こっちから行ってみっか、海の方。どうせまだねちょっとだけ時間あるから。いやさ、一眠りしてさ、さっきまで寝てたんだけどさ、その寝てる間の夢がさひどかったのよ。なぜか YouTube 開いたら逮捕って書いてある夢でさ、
慌てる夢で起きたんでね。ん？素敵な貝殻、あまり見かけない、高くはないが売ることができる。はあ、男。ハマグリだとか？あったー。調理しないと食べられない、売ることもできる。ほう。まあ、なんだろう。塩茹でにして食ってみたいね。あ、でも焼いてバター乗せて醤油かけて食ってみたいな。うまそうだな、チキショー。お、ベリベリ。ねえ、その後酒場にちょっと寄って、果物なんかなってないか見るか。果物ってね、意外と重要なんですよね。平日の、0時から3時だったもんね。だから、今日もって大丈夫なはず。てか、あ、いたいた。アルバイトお願いします。あ、もしかしてアルバイトの持ち込み？うちでは料理の手伝いをしてもらおうと思ってるんだけど、大丈夫かい？はい。あ、本当？助かるわ。それじゃあ早速仕事の説明するわね。材料を渡すから、それを使ってキッチンで、料理を作ってほしいのよ。料理器具は、わかるかい？うん。あのね、物を取って入れてやってやればいいのよ。それじゃあ早速料理を作ってもらおうかね。今日料理作ってもらいたいのはチーズを5個よ。終わったら私に話しかけてちょうだい。それじゃあよろしくね。ごめん、チーズの作り方教えて。仕事はもう終わりか？いんにゃ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 ん。まあそんな焦んなくてもお客様がいるわけじゃないからゆっくり作っておくれ。これ？鍋だ。大事に使われてるの見ただけでわかる。間違えた。キャンセル。フライパンでチーズは作んなよな。鍋でしょ、確か。ホットミルクができるとか言うなよ。あ、でも待てよ。コスだった気がするんだよ。ヨーグルトができちゃった。まあいいや。こっちか。だよね。お願い。失敗した料理。え？あれ？にゃ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 。え？ヨーグルトができちゃった。フライパンで調理したらアウト。え？調理器具もうないよね。あれ？あ、まさか3つ入れるとかだった？ぽいね。あ、失敗しちゃった。やべえ、料理楽しいぞ、チキショー。じゃあ2個入れてみるか。あ、チーズできた！やった！チーズ！チーズだ！チーズ！もう一回作ろう。チーズを3個作れたってよね。頼むよ。よし、あった、ミルク。あ、でも、いくらでも手に入るんだね。いくつあるんだ、今。あと2個あるから、チーズもう一個だけ作ろう。確か3つって言われてたけどね。失敗した料理はもうどうしようもないけど。もうないから、話そう。仕事はもう終わりかい？はい。ご苦労様、今回の給料は、50ゴールド。とっても助かったよ。また来ておくれよ。ああ、でも持ち物がもういっぱいだね。そうだね。じゃがいもとか、あ、毛虫、ステッカー。なんかあるの？毛虫。え、8個ない？ 8 個。3個かな？草だよね、これね。いらねえよ。あ、ムーンドロップスをプレゼントに最適アンチだが、売ることもできる。しまおう。で、貝殻持ってても必要ねえわ。あ、でも、あれか。確かしまえた気もするから、そこにしまっとこう、貝殻とか。で、やることもないから、家に戻るしかないもんね。だって牛乳屋さん行ってもね、別に今持てないからさ。
酒場いくつ捨てたんだった？酒場はこっちに行きゃよかったはずだよね。僕の記憶が正しければ違った逆だった。いやー眠いね、チキショウ。とりあえずそうだね、なあ持ちきらんかったら何かと何かを入れ替えりゃどうにかなっか。お、ベリーベリーと薬草かな。まあいいや、今回薬草だ、ベリーベリーだけで。で貝殻をどっかしまって、まあしまえなかったら捨てりゃいけや。なもんか。よし帰ろう。どうした？なんかあんの？あ、そういやあれ言ってないよね。なんだっけ？家、おお！え、洞窟じゃん。お前らには立派すぎんだろ。すげえ。水たまりで溺れちゃうの。ああ、お前らちっちゃいもんな。お前浮きそうだよな。昔ものすごい雨が降った時、僕らの家は水浸しだったんだな。ほんの20年くらい前だけどね。お前ら何歳だよ。雨の音が楽しいってあるね。なんだかウキウキするのね。じいさんみたいなこと言うな、畜生。あ、でも、小学生、最近雨の音とか楽しまねえもんな。まあ、雨の中でも水浸しになって外で遊ばねえもんな。もう最近はゲームとかするもんな。いや、そんだな。あ、そうそう、この棚の中に、ね、入れられなかったね。あれ？あ、あった、これだ。そう、道具箱ってのがあって、こういう道具箱の中に入れることができるんだよ。あの、持ち物とかは。なので、入れよっか。はい。で、ムーンドロップ草はプレゼントに最適だし、食べ物なので入れられませんと。ハーブは、あ、入れられるんだ。ハーブ入れとこうか。ケムシ入れとこう。使わねえもんな。で、ムーンドロップ草は明日プレゼントするとして、じゃがいも、食べ物だもんな。薬草は犬の餌として使う。ミネラル結晶は入れとこう。念のため。で、卵、まあいいや、こんなもんで。まあ一旦ね、気をつけて寝ましょう。やることやったもんね。あとは、明日の月の日に、800円か。お、伸びてるね。よかったよかった、枯れてなかった。とりあえず水をまこう。なんで水をまくだけで体力使ってんの？あれ？イチゴ減ってない？間引きされた？雨の日ってまさか流されるとかないよね。持ってないもんね。やっば。怖っ。とりあえず、アイテムで、ハマグリ、ベリーベリー、こっちか。これで犬の餌をどうにか薬草で補って、あ、でもこれ犬もね、飼うといろいろも面倒なことなのかな。あの、なんかね、怒ったりとか。おう。プレゼントに最適性だからムーンドロップス開けてみっか。これだよね。はい。マウルシュありがとう、銀子さん。でしょ？銀子さん、スプリンクラーってご存知かしら？それがあると簡単に水をまくことができるんだよ。ほー。ねえねえ、作ってよ。おい、待ってー。
今日休み？土曜日だよね。あ、休みか。じゃあ仕方ねえな、チキショウ。50円しかもらえないんだよね、あの別荘。めっちゃ金持ちそうなのに。だから、町工場、だから、鉱石採取とか、あとは、そうだね。まあ、単純に、親方のとこに行って、バイトして、稼ぐとかするしかないかな、今のとこは。うん。お、何してんの、シンとハヤト、シンさんとハヤトじゃん。おう、でしょ。家の修理や増築の関係の依頼なら、親方の家の方へ行ってくれ。よし、で作るのもこれで一苦労でね。じゃあ、おう。ああ、晴れてよかったね。いい風だ。気持ちいい朝で、いや、気分いいよ。火曜日と木曜日。約束あげたら怒られそうだもんね。ベリベリでもあげとくか。やっぱコメントがわかんないから、やっぱお金もあげた方がいいんだよね。おう、早いな。いい心がけだ。早起きは3万の得っていうぐらいだったからな。200円プラス、特別なんちゃらか。とりあえず少しだけ隙間が空いたから、おかげで何かを出せる。9分まで、1分間待ってた。あ、でもここで無駄な体力を使ってらんねえ。だから、体力回復できるように、卵食ってみるか。ハマグリ焼きはどうにかなると思うんだけどな。あ、回復した、回復した。そうそう。こんなやってね、青いゲージはね、回復させておくとね、後々ね、そういう鉱石とか、あとは、木とか切る際にね、便利なんだよね。これで回復できたんだ。今日調べたらなんだろう。この木はなんだか揺れそうだとか出ないかな。ん？丸太や木材が置かれている。木材の保管場所なのだろうか。こういう木材って取ったら怒られそうだな。職人の家、増築受けたまわります。営業時間は、朝6時から夜の5時、昼5時。午前6時から午後5時。定休日は火曜日と木曜日。と、雨の日。ここどこなんだろう。あと10秒だし、いや、こっちいいよ。これはハーブかな。ハーブだね。とりあえず9時だから、おお、親方、瞬間移動してきた。アルバイト連れてって。ちょっとリベンジしたい。ん？ここは仕事場所だ。ところでお前さん、斧の使い方わかるかいの？これ聞いとく？世界さん簡単に斧を装備したら、ほら、僕が説明したのと同じやつ。なんか、キラパキラ倒れる。もし土地できるようになりたくなったらバトボタンを押せばやめられる。ああ、バトボタンでやめられたんだ。うちになると使ってくれアルバイトだからな。お前さんの斧を使わせるわけにいかんじゃろ？たくさん木材が取れたらその分距離を多めにするから頑張っておくれ。これ切るか。これはあ、トリュフじゃないかな。ほら、ベビートリュフ食べる誰かが悪する。おお、ベビートリュフってのがあるんだ。なんかね、俺黒トリュフとか白トリュフとかばっか締めてた気があるんだけど、ベビードルフって名前だったっけ？いろいろあるんだな。とりあえずこれ切るか。これせ、ねえ、ちゃんと成功させないとね、ほんと体力的にきついんだよね。成功したよね、これ確かね。あ、でも成功する。これね、でかい木を切った時ほどね、達成感ないけどね、体力全部使うけど。
そうそう、このアニメーションがあるんだよね。でたくさんでかい木を切った時ほど、あのこういうね、アニメーション的なの入るんだよ。ほら結構体力使ったね。まあとりあえず、おもう終わりにするんじゃない。あ俺、今日の給料410ゴールズ、お疲れさん。うん、お前なんでお前さん、キノコまで取ってきたのか。そうじゃな、それはキノコお前さんにくれてたろ、おまけじゃよ。いや、今日は助かったよ、また来ておくれよ。スプリンクラーか。まあまあ、こんなもんでいいか、今回は。ちょっと死にそうになってるけどね。いや、大丈夫かい、今日はなんだかいつも元気がないね。無理せずきちんと休むんだよ、そらそうだ。休まねえと体力的にきついからね、そろそろ年だし。こっちの方はいいから。そうだね、別荘だもんね、こっちは。で、あっちに、なんだっけ、酒場どこだっけ、食品店、酒場は、そうだね、食品店の方から行った方がいいか。だよね、だってあっちは、なんか、ありそうだし。とりあえず酒場行って、410ゴールズだから、1200円か、今んとこ。金たまんねえな、畜生。で、こっち、だよ。カフェだからこっちだよ。ん？あ、おい。あ、ブルーベリーのあれか。へぇ。ちなみに少しだけ回復しておこう。スズメの涙ってな。こんなことか。え、結局体力はあんま使いすぎず死ぬからいいんだけどね。とりあえず、ないねー。なんか昔ここでレアなねやつ取った記憶あるんだよ。たまにしか取れないんだけど、こんな取れなかったもんだっけ。あ、でもさ、パッと考えるとこれ使うよりも普通に工場行った方が稼げるね。あ、こんなとこかな今回は。どうだったでしょうか、牧場物語。シュガー村とみんなの願い、佐藤牧場編。まあ、なんもイベントねえな、確かに。チキシャー。今回はここまで。では、まあ、次回へ続きます。